シュウジさん、ロープマンの声も聞こえていない。なら、シュウジさん、大丈夫ですか？うわ、タクマか。よかった、無事に合流できて。ああ、なんともない。なんとも。でもすっげえ汗かいてるし。シュウジ。うるさい！モンスターが僕に近寄らないでくれ。怖い。すまない。そうだ、僕は大丈夫だ。でも僕は不甲斐ないかもしれないけど。いや、でも気にしないでいいよ。だってそうだよな。あれ、俺もしかしてまずい？当たり前でしょ。言っていいことと悪い。場を和ませたかったのはわかるけど、時と場所を考えなくちゃだ。ごめんって。あいつもうダメかもな。ダメって？具体、俺たちじゃどうし、なあ、俺らってさ、この世界に詳しいやつ、敵に話を聞きに行くわけじゃん。そうだね。考えてみれば、話が通じそうなのってガルルモンのやつはすぐに頭に血が。そうなったら仲間の言うことも聞かないし、あの歩け、そうね、知性とでも言えば。だが子供を生贄に捧げる気満々のあいつら、俺た生贄としか見てない相手だから。俺はそう思うぜ。だから力で屈服させるし。何その不良理論。話、そうだ、そお、おい、話し合いができるか、戦うか、僕らは相手のことさえ何も知ってるだろう。人間の子供でも何か事情があるのかもしれないし。事情ってどんな？どんな事情なら許せる？それは、だからってさ、こっちから戦う気、それこそ私たちの想像もつかない。それは。おい、タクマ、どっちでもいいけど、こっちの意思がバラバラじゃ交渉なんてできねえぞ。それは。やめろ！近づくなと言っただろ！ごめん。シュウジさん、どうしたんですか？うるさい。父さん、違う。なあ、わかんないけど。はい。一人で行っちゃったよ。協調性乱してんな、どっちだ。追いかけよう。
僕は…お前はアルケにも、みんな敵だ。あらあら、かわいそうに。僕がどうにか。君は知性があるんだろ。仕方ないわ。あなたは私たちと戦わないで元の世界に帰っ…そうだ、僕たちは無事に帰りたい。それだけなんだ。決して君たちを傷つけた。そういうことなら、ただし、あなたには対価を支払ってもらうわ。あら、私たちには生贄が必要な一人だけ。一人だけ。シュージさん。一人だけ。シュージさん、誰もいねえよな。歩けにも。きっと目を覚ましてください、シュージさん。一人誰も。そんなの。おい、どこ行く。そうだ、僕だ。僕が犠牲になればいい。追いかけようぜ。うん、答えろ、アルケニモ。僕、安心な心がけだけど、あなたにそんな度胸。人、あなたはただ怖いだ。そうして責任転嫁したいだけ。間違いねえ、あいつは敵の思うツボってわけかよ。クンクン、これ修二はきっとアルケニモンの幻を見て。ずっとおかしいと思ってた、あの偽物たち。アルケニモンの狙いは初め、アルケニモンは僕らからし、僕たちには見えない何かをずっと修おい、私たちも急ぎましょう。ロップモンが追いかけてるわ、あの子。違う、僕は。そうすれば父さんに。どうかしら、本当。ほら、やっあたり、やだ、死んだ。大丈夫だよ。残念。なんだお前、できもしないことを言うな。お前がもっと立派に戦って、ゆっくりと。お前が進化できないから。進化さえする。そうだ、お前が役に立てば。敵、僕を見下す奴をみんなも父さん。僕なんでだ。面白いものが見られるんだ。ざけんな。あらあら、メガシードラゴン。うむ、出番か。え、新手かよ。でも私たちみんなで戦う。ムカつくけど。
メガシードラモン、殺さない程度に遊んであげて。よかろう。あいあい、舐められたもんだな。私はここで、あんたたちとあそこの坊や。みんな、全力で倒して。行くぞ、アクモン。わあ。早く進化しろ！進化してみ！やめて、修士！痛いのは、苦しいのは、怖いのは、そうだ！何もかもお前の！な、わからないけど…
やればできるじゃないか。姿が変わったぞ。あれはウェンディモンか。多分中次の怒りの、このままじゃ危ない。あんなに大きな敵を。ダメだ、逃げて。どうしてこっちに来る。あの子はもうダメね。喉が渇いて、どうも。やべえ。戦うしかない。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。
僕の番だ。手助けして。ここは俺が行く。上ってだけで修二さんにリーダーやずっとこんな風に苦しんでいたんだ。たくまやる。僕たちは二人に伝えるべき言葉がたくさんあった。欲しい強い力。たくまの強い気持ち。僕もよ。たくま、私なら二人の心に言葉を届けられる。ここは俺が行く。よし、私だな。
けた。二人を救えたのかな。きっと。いや、まだ二人は無事。見て、また。バカ行くな。もう無理だよ。とにかく離れろ。嘘。心が壊れていく姿って、てめえ。そうよ、ふざけんな。そんなの無理よ。人間なんかに関わらなければこんな終わり。てめえがやったんだろうが。遊んであげてもいいのだけれど、今日はここまでにしておいて。あ、逃げんな。これは葵、修二さん。 ありえない。落ち着こう。落ち着くんだ。無理だよね。見てたならわかるだろ。こんなの。お前が言ってたのってこういうことになるってことだった。まさかここまでのことにも。くそ、こうなる兆候はあったんだ。それなのに僕たち、もう犠牲を出さないって言ってたのに。修二さん、しっかりして。葵、こんなところで倒れたら危険よ。ありがとう。修二さんは六歩でも、修二さんは、修二さんは。次の狙いは俺らってか。みんな集まって。おいおいおい、やばい。いや、来ないで。ミュー、くそ。どうしたら、どうしたらいいの。君たち、こっちだ。教授、生きてたんだ。心配をかけたようだね。だが今一刻も早くここから逃げなければ。説明したいの。みんな、たくま、アグモン、先、しっかりして。おっ、タクマはいなくならないでよね。お願いだ。どうしよう、囲まれてる。うわえ、もう、そんなことない。僕、ガブモンはここにいて。ダメだよ、危ないよ。そうだね、危ないのは分かってる。でも、止められなかった。決まってる。
今の力がないから何もできなかった。僕が弱強くなりたい。あの子力がみなぎってくる。いいぞ。おい、俺を置いていくのか。どうしてだよ。俺とお前。君か。握手、何度も言っているだろう。人間なんてどうでもいいし。残念ね。だがあの連中をこの人間の力を借りて進化した奴らなぞ。よし、出口。見ての通りさ、ダーク、あんなことがあってピンピンしてる。ミノル、そんな風にトゲト。人が死んでんだぞ。ケロッとしてるお前の方がおかしいだろ。僕だって。え、あ、そりゃそう。ダークマ、怖い顔し。僕は大丈夫だよ。この辺り周りに敵の。そうだな、アグモン君がそういうのであれば君たちは今飛んで。教授の方こそ。ねえ教授、そういえばこうして会えて。私ももうダメかと思って途中で気を失ったので定かではない。おそらく落下途中でどこかにぶつかり転が落ちた先にあった水に押し流され、さっきの意識を取り戻した私は君たちと。だがその際にこちら側もっと探索の結果そのことに気づいた私は水路へと引きか、水路を逆に抜ければ君たちの。そしてさっき。そうだったんです。だがもう少し早く君たちのそばに。教授。さ、君たちはしばらくここ。一人で。その辺はわきまえているよ。戦いでは役に立てない私だが、君も気づいているとは思うが、今の君たちならば戦いで消耗していない私が。わかりました。もちろんだ。ケニモンが見せた幻か。シュージが。いや、そのウェンディモンだって霧から伸びた無量の時と同じようにいなくなった。ごまかすなよシュージは。それはなあドラクモン、お前たちは何なんだよ。俺にもわかんないよ。わかんないじゃねえだろこれ。ねえさっき。いや、近寄らないで。え、さっき。そんな、あんまりよ。フローラモンはさっきを。し、ねえ葵。そう。でも俺なあ。当たり前だ。当たり前って
お前は俺たちの完璧な味方だって。ここまでお前たちと一緒に戦ってきたことが、確かに今までずっと俺だ。でも今だって心配してるふりして。ミノル、いい加減にするんだ。この子に及んはぁ、偉そう。大体敵対する奴だとお前だ。ならば言うが、俺たちがついてなかったらお前ら人間の子供な。じゃあお前らは俺たちのこと、どうしてそう悪いようにばかり考える。なあミノル、気持ち、あ、俺もうどうしたらいいかわからねえんだ。どうしたらいいかなんて今考えることじゃない。そんな状態で無理に考えたって、少し体を休めたら。そうだ、今のお前は見るに耐えない。お前が言うのかよ。誰のせいだと思って。二人ともやめて。俺はこいつを相棒だと思ってきた。だけどなぜ嘘と決めつける。それこそ敵の罠だと。だからやめとけミュ。なんで？うち間違ってる。お前は寮の最後を知らないから。そのシャコモンだっていつお前をあんな風にの。そんなことないもん。そうよ、私は。それより自分の愛。そうだよお兄ちゃん、謝りなさい。ドラク知るか。俺はお前たちを心配して言ってる。もういい。お前の。おい、ファル…ダメだよ、ファルコも。とりあえず教授が戻るまでここに。タクマの言う通りにしよう。わかった。俺の方こそ少し取り乱していたようだ。
俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。僕の番だね。アタック！
勝つんだ。ディアトリモン、行こう。私の力はこんなもんじゃない、ジー。